子供たちよ、こっちに行きなさい。おちょうど探してたところじゃ。どうしたんだ、ピンマーや。いや、子供たちはリユエコーのために十分手出す。今回はバーヤの仲間たちと一緒に。お、贈り物。お、子供たちよ、まだリユエに来て間もないというのに、以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつもの、まだまだ旅は長いんじゃ。このま、幸いバーヤは年こそ取ったものの、まだわずかながらに外見、おや、まだ言っておらんかったか。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力、前に子供たちが入った壺もその力で簡単に作っ、あんなすごい壺なのに簡単に、あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔、山を動かし海を埋めたんじゃ。まあ昔の話はこの辺にして、その奥、そうだぞ。まあまあ、二人とも、そうせかすでない。必要な材料は特別なんじゃ。この、例えば、敵歌集の河原し、そして、塗り百合の根をたどって、じゃが、敵歌集があんなことになって、さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる水角石。水角石は貴重な戦物で、常人では仙人の気に耐えられない。ああ、あの子がそれ、ピンバーヤは仙人だし、その子も、まあ、彼女も仙人と言えなく、なくもないって。なんでリーユエコーには、こん、ありえるかもしれんの。バーヤ、ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子は、エンヒ。さっき言ってた子じゃよ、エンヒ。こちらは旅人と彼の仲間じゃ。ああ、もちろん知ってる。戦艦軍の記録に詳しく載っていたから。以前、ゲーセン儀式の騒動で戦艦軍に不審者として指名手配され、最後はバーヤと共に魔人を撃退。七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが、もっと早くに会えていたら、その場で容疑を晴らす。とまではいかなくても、少なくとも。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば、私を尋ねるといい。ああ、そうだ。私の名刺を。連絡方法と職場の住所が載ってる。急用なら、その住所に手紙を。ああ、それと、初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には、法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とは。仙人？まあ、そうとも言える。かつて、岩王帝君と共に戦場に立っていたらしい。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に、外の、なんか勝手だな。仙人たちって、リーユエコーを守るため、契約に従ってるんじゃないの？お父様から聞いた話によると、帝君とはそのことについて話し合いをしたらし、まあ、そのことについては一旦置いておいて。まあや、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど、今、双眼鏡園は完全に封鎖されていて、入れそうにない。申請をしようにも。そうじゃったか、縁妃。何か案はあるかの。リーユエコーを助けてくれたも、わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼鏡園から水角石を取れなくとも別、ちょっと待ってて。うわ、すっごく分厚い。
商業競技。このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。よし、彼を探してくる。もしかしてお前も一緒に来るのか。あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。法律を理由に警告してくるなんて。彼女と行動するときはオイラ。行くぞ。クロッサール。ええ、遠視さんのおかげで順調です。小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが。そのことですか。はい、確かに遠視さんはかんざしにご興味が。申し訳ないのですが、水角石って希少なものなんだろう。そんな高い鉱石で作ったかんざしを。それは心配いりません。貸し出すときにもし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、その代わりあの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払う。本物であることへの絶対の自信、10倍の支払いを約束するとは。当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。では志向さんの居場所はわかるか。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたの。感謝する、クロス。無駄だ。突然すまない。私たちはしこそのかんざしに興味がある。そのかんざしはきちんと持っていたはずなのに、このかんざしを借りるためすでに多額のお金を使っています。私の家は鉱石を扱う商売をしているのですが、すでに支払いをいただいた商品の発注書がたまってしまって、あと数日すると鉱石商が一堂に会する宴会がありまして、あのかんざしを借りたのは、そのしかしそのかんざし、なんかよく見る展開になってきたな。え、手伝ってくれるのですか。ちょっと待った、探すのはまだ。志向さん、契約書を見せておくれない。契約書ですか。どれ。そうか、遠視は法律家だから志向、それもそう。なるほど、契約書は見終わった。細かい条件まで明確。それに契約書には弁償額は市場価格を参考にすると、水角石の希少価値から算出すればもっとた。もっとですか。あーしこ。でもそれはかんざしに使っている鉱石が水角石であることが前提条件。回りくどい言い方だな。どう考えてもそのだが、かんざしを見つけたら弁償する必要はなくなり、確かやはり面倒はかけられません。いくらだろうと払います。私の家は商人の一族です。これ以上クロッサルさんに隠していてもしか。確かにそれも法律にのっとったやり方。志向さん、もう少しお待ちを。一番最初に触った時ですか。確か私の家でも玉石は取り扱っているので見間違えることは。触り心地がいい。何でもない。
ただ少し最長ここだ。縁妃さん、どうしてまたここに？あの、かんざしは…なくした？ご冗談を。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に…弁償、どれだけの手間をかけてあの水角石を仕入れたと思ってるんで。ああ、もういいです。これ以上言っても仕方がない。問題ない。だがその前に市場に行って調査がしたい。それかクロッサルさん。当然です。正真正銘のスイカ。わかった。では先に市場で調査をするから、帰ってきた後に弁償額を見積もろう。それではお願いします。まったく。どうやらお金を集める方法を考えなければ。志向さん、少し話したいことがここでは言えないので、うん、縁妃さん、話とは何でしょう。違う。私が言いたいのは、あのかんざしにあった鉱石は。え、どういうことだ。私は冒険者協会の冒険者じゃないから、使い走りみたいなことはしない。バーヤから聞いたかは知らないが、水角石は地底深くにある。常人が触れれば体調を崩したり、重度の場合には性格にまで影響が出たりする。決して手触りがいいなんてものでは。志向さん、そのかんざしを持っていた間、体に深い、うん、ありませんでした。何もかも正常で、どこも。それだとおかしい。私の推測が正しければ。それなら直接聞き出す。ああ、それはいけない。今彼を問いただしても認めないの一点。そしてその後は水角石を海に。彼は契約通り志向さんに弁償させるだろう。そうなれば私たちはリーユエ中を探し回り、あのかんざしがまだこの世界に存在することを。おお、まるで過去に経験したこと。確かにそういった案件はいくつも見てきた。さっき言った方法は中でも簡単で大雑把な方で。では縁妃さん、もちろん問題ないけど。さ、え、なんでまた契約を。なんだか縁妃は他の人よりも契約にこだわってるみたいだ。ここまではただのおまけで手伝っていただけ。ここからは正式契約に縛られない依頼は。わかりました。ではお願いします。問題ない。まずはこの表紙に署名を。私もここに署名をして。5ページ、7ページ、あと最後のページ、すべて署名して。これが契約を交わすってことなのか。これでよし。依頼料はすべて契約書に載ってるから確認して。すべて目を通しました。では2枚ある契約書のうち1枚は志向さんが、もう1枚は私が。大丈夫だ。こういうのは一見面倒に見えるが、きちんと理解すればそう難しく。過去にこういった調査をしたことがないんだろう。ならば。でも縁妃さん、どうして。私たちも水角石を探してるんだ。クロッサルさんの周りには明らかに元素の痕跡があった。まあその水角石を装飾品にしたかはさておき、手がかりなの。それに法律を利用して悪事を働く者。この話はここまでにしよう。まずは、ああ、あったあった。まずは海水口の石章のところへ行こう。クロッサルさんが鉱石を加工するとしたら。地宮の宝物でございます。いらっしゃいませ。
まさかまた誰かが私のとこでいい石が出ないな。そのことじゃない。ここに来たのはクロッソル。ああ、かすかに覚えが。私も初めて水角石を見たので判別することができず、そのままそのお客さんの言う。それに彼は羽振りが良かったので深く考えず。なるほど。あります。あの鉱石を取り扱ったのは初めてだったので念の。ありがとう。この断面と模様、水岩石のかけらのようですが。はい、そう珍しくはない。以前聞いたことがあるのですが、水岩石と。気になるのならそのかけらの元素力を観察してみるといい。水岩石。そうなのか。どうだ、何か見えたか。本当に別物なのか。でも思考は石のかけらだけで違いが分かる。そんなことはありません。ただ普段この2つの鉱石はすごく似ていて、知らない方には判別が難しい。一文字しか違わないのに。それに加工。説明はその辺で終わ。しかし石書。計り知れない行動の裏には。風よ、行くぞ。エンヒさん、これは一体。もう一度確認させてほしい。クロッサルさんがこう。はい、当時の伝票も残っています。ほら。それなら問題ない。その伝票と。はい、大丈夫ですが。用事を済ませるためだ。ああ、これはこのかけらがクロッサルさんの持ってきた鉱石だということ。はい、わかりました。そのエンヒさん、面倒とまではいかない。ただ小さな問題だ。この証拠があれば。これだけじゃまだ足りない。私たち装飾品作りは専門の職人に任せる必要があるはず。装飾品。ああそうだ、正規さんという方が。もうわかったのか。毎日法律協議に関。それに知っての通り、リーユエコーは契約の都。つまりここでは法律はとても重要なんでも、あのテンチェンが定めた法律は複雑。だから法律に関する手助けができる法律。法律に関する手助け。それは大丈夫。現在に至るまでの法典は全て法律家として基礎的な知識だ。そんなに驚くことはない。仙人とは関係ない。すごいことを。さあ正規さんのところへ向かおう。あら、エンヒさん、今日は何をしにここへ。もしかして以前のお客がまた何か。以前のお客さんはもう問題ない。クロッサルという商人。クロッサル。ええ、覚えてるわ。彼から渡されたかんざしの設計図はとても複雑なものだったから、経験豊富な職人を探すのに苦労したわ。その依頼はとても時間がかかってね。なんだか証拠。正規さん、もう一度確認させてほしい。クロッサルさんが職人への仲介を依頼してきた時。ええ、間違いないわ。その髪飾りは高価な材料をふんだんに使っていたから値段も高かった。クロッサルさんはその過程を知らん。ちょうど書類の写しがあるわよ。ほら、登録された鉱石の種類は確か。正規さん、この書類を貸しても。いいわよ、どうせ私には何の役にも立たない書類だ。大丈夫、ちょっとしたことだから。なんでみんな同じ反応をするんだ。よし、証拠も揃ってきた。あの
首に蛇を巻いてるやつだろ。水角石が人体に有害であることを証明する正式その最後の証拠を手に入れ、くだらない。おや、これは珍しいお客さんですね。それと、縁石さん。いや、今日は白術さんに聞きたい。水角石、確か七蔵三景によれば、その鉱石は山中の玉髄に付属し、元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。用事がなければ仏殿には登らないというほど、私に水角石の医学的特徴に関する。その通り、書類くらい簡単なことですよ。しかしあなたたち以外にもあるスネ、私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁石さんが今していること、このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。どういたしまして。あの白術って人、前と同じで変な感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。縁石さん、調査はもう済みましたか？弁償額の見積もりは終わったのでしょうか？ああ、確かに調査は終わった。それは良かったです。それでは、見積もりを提示してください。契約にのっとり、クロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払う必要がある。はい。え？私が弁償を？間違ってなどいない。私の調査とこれらの証拠により、志向さんに貸した水角報酬のかんざしは水岩石で作られたことが、この契約には水角石が偽物であった場合には10倍のモラを支払うと書かれている。証拠？何の証拠があるというのですか、エインさん。私は大金を支払ってあの水角石を仕入れたんです。その鉱石が偽物である証拠、これは海水溝から手に入れた加工記録と鉱石の賭け。それはあの石章ですら水角石か水岩石かわからなかったんですよ。それに水岩石はもともと水角石の外層にあるものです。水角石の加工をして、その説では私の鉱石が偽物だという実証。一つ目の証拠は役に立った。法律を語るには証拠を。なあ、確かにそれにふさわしい証拠がある。ふん、その書類、私のかんざしが本物だということを証明して。そんな、二つ目の証拠。確かに。もちろんです、本物を証明す。まあ少し待て、まだ最後の証拠を出していった。ビビト、あの決定的証拠を出してくれないか。これは水角石は山中の玉髄に付属し、常人がそれに長時間触れると体に影響を及ぼす。クロッサルさん、水角石の特徴は知ってただろうか。それは知らなかった。ああ、それもそうか。でもそんな危ないものを貸し出すな。どうやらこの先は私の範囲ではなく。しかしもしクロッサルさんが知らなかったというのなら、心配しないでほしい。クロッサルさん、私たちが集めた証拠は、総務省がこの件を審議するときは。ちょっと待ってください。知っていた？おや、クロッサルさん、水角石の。え、いえ、その。じゃないじゃないって、もしかして
それならクロッサルさんは志向さんに商品の10倍のモラを支払うことになるが、クロッサルさん、返事は？私と私の依頼人が待っている。うわ、エイジ、なんだか突然人が認めます。そのかんざしにあるコース、しかし私も運が悪かったんです。大金を支払い、水角石を手に入れてから何日も体の調子が悪く、それで父母黒に行って聞いたんです。だから水角石と似ている水岩石を使って、本物の水角石は特製の箱に入れて誰かに見破られるんじゃないかと怖くて、ひとまずかんざしは売らずに貸し…そうだぞ、本物じゃないならなんで志向にそんな大金をべし…私だってしたくなかったんです。しかし水角石、もし偽物のかんざしのことがバレたら…ああ、身の上話はそこまで、そんなことに興味はない。契約にのっとり志向さんに10倍のも…10倍、今にも倒れそうだぞ。私は志向さんとの契約により、2割、あの水角石を仕入れた時、そんなに多くは支払わなくて、あの髪飾りにあった水角石が偽物だとしても、クロッサルさんの髪飾りをなく、志向さん、でもクロッサルさん、その水角石が必要ないのであれば私に譲っていただけないでしょうか。え、それは、はい、エイヒさん、その水角石は差し上げます。契約にはそぐわないけど、今回はお世話になりました。エイヒさんのお時間が空いて、どういたしまして。ああ、そうだ、志向さん、もう一度確認。え、そう、ならよかった。クロッサルさん、私の依頼人は、そうですか。それよりも、あなたの設計したかんざしを見て、装飾品の設計に、もしあなたが設計する装飾品と、なるほど。よし、これで解決。バーヤに頼まれてた水角石も手に入ったし。そうだな、かんざしをなくしたって聞いたら普通はそれを探すことになるのに。でも結局かんざしは見つからなかったけど。目的が異なれば必要な手段も当然違ってくる。私の依頼人である志向さんの目的は弁償金を削減すること。千人以前の戦いにお前が参加した時、バーヤ、今のリーユエコーは人間が統治する仙人とかいうどうでもいい身分よりも法律家としてのみ、だって今のリーユエコーでは法律に精通している法律家の方が仙人必要なものも見つかったし、バーヤのところへ戻ろう。無駄だ。うん、全て正常だ。おかえり。どうじゃ、水角石は。よしよし。マヤ、もう全部揃ってるなら私は帰るよ。ああ。もう帰っていい。じゃあ私はこれで旅人。私からもらった名刺、最近は他国の法律も研究してる。もし他の国で法律に、このこったらもう戻るんじゃろう。今行くところだから。彼女の父親だってテイ君と一緒にいた頃はあんなんじゃなかったの。そうじゃの、エンヒはああ見えて仲間たちの中では一番この町に溶け込む。今のリーユエは
もうさ、おしゃべりはここまでにして。あ、楽しみだな。ただ壺を一つ作る。あれ、できたぞ。落とさないようきちんと持つんじゃよ。それとこの設計図、壺の中をもっとにぎやかにしたいなら。でもばあや、この壺を。心配はいらないや。もうおちびちゃんを壺の中に呼んでおる。この壺の中の空間でも、周りには何もないみたいだな。家があるのに穴に住むバカがいるか。でも家以外周りに何もないのはおかしい。おい、見てみろよ。なんだあれ。ようやく人が来ました。でっかい山柄だ。山柄ではありません。名前、名前、まあとりあえず丸と呼んでください。あ、まさかピン坊よ。ああ、この同店内のことは、あなたたちの旅はまだまだ続くと思いますが、少なく、そうですね、同店とは仙人によって作られたものですが、ですので仙人は同天の守護と、ざ簡単に説明しますと、そうでした。設計図は持っていますか。設計図さえ持っていれば。設計図、あ、そうだ、そう、それです。まずは設計図の使用を覚えましょう。最後に頭の中で思い描くことで。そんな簡単に作り出せるもんなのか。もしかして。まあそれは難しいでしょうね。以前金色の目をした仙人から、そのことに、彼の話によると、同天は、つまりここは仮初めの空間であり、暇を得たい者が癒しと悠然の時を享受することはできるものの。金色の目をした仙人、実は私もよく覚えております。そんなことより、もう少し周りを、もし聞きたいことがあったら。